日本サッカー協会は14日、今夏のパリ五輪に挑む、なでしこジャパンのメンバー18人を発表した。日テレ東京ベルディベレーザの MF 藤野アオバ、20、は、23年の女子 W 杯に続く国際大会のメンバー入りで五輪は初めての出場となる。クラブを通じて、藤野はメンバーに選出されて嬉しく思います。 オリンピックは憧れの舞台であり、ワールドカップとはまた違った18人のメンバーで戦うというシビアな大会ですが、まずはそこに挑戦できるメンバーに選ばれて嬉しく思っています。発表を受けてオリンピックで戦う覚悟が決まりました。これまで応援してくださった方々へ恩返しするためにも、ベレーザで培ったものを発揮し、ベレーザの代表として、 金メダルという結果を出せるように頑張りたいと思います。これまでどんな時も家族がずっと応援してくれました。私が挑戦するたびにいつも陰で支えてくれました。家族のみんなにありがとうの感謝の気持ちでいっぱいです。私に尽くしてくれた時間を結果として表せるようにチャレンジしていきたいですとコメントした。